はい、えー、またまたですね、根拠のない、でたらめな、そんな動画になりますけども、えー、首相がですね、岸田総理が官邸でツイートしたということなんですけども、官邸でツイートしないでしょうね、きっとね。<laughs> まあ、責任転嫁税ってのをね、やってくるんではないかな、ということでございます。まあ、岸田総理はね、様々な税金を考えることが、まあ、趣味みたいなもんで、 え、いわゆる岸田ノートには、こんな税金を貸そうとかね、こんな税金があったら面白いなとか、試しにやってみようみたいな感じで、まるで YouTuber みたいなね、まあ、そんな税金を作ってるみたいですよね。責任転嫁税やってみたみたいな感じで、こんな感じでございます。責任転嫁は日本人の恥だと。責任転嫁をするんではないと。国民の責任だ。我々の責任だと。俺たちのせいじゃないよ、みたいなね。自民党のせいじゃないよ、と。 しもじもの責任だよみたいな感じですよね。まあ、岸田総理につきましては、まあ、どんな無茶苦茶なことをやっても、結局、底辺の奴らが騒ぐだけで、ツイッター見に行かなければ、何が起きてるかは全く私たちの知るところではないんで、まあ、これからもツイッターはやらないでおこうと。ツイッターではね、うん、なんか、自民党とか、岸田総理自身に嫌なことが書かれてる可能性があるんで、もう本当にね、えー、見てらんないということでございます。まあ、だからね、うん、なんかネゴ、ネゴシエーションサーチ、うん。 ねこさんなんてやるもんじゃないということでございますね。えー、そこで責任回避は人間の恥だと、日本人の恥だということなんで、責任回避をした人間には責任転嫁税を課すぞ、みたいなことで言ってますんでね、あいつのせいだ、こいつのせいだって言ったら、ちょっとね、聞き身を立てて、岸田総理に密告した方がいいのかなと思います。